はい、皆さんこんにちは、村長です。先日からチャット GPT のコード進行というのをなるべくかっこよくというか、いい提案してもらえるようなそういう方法はないかというふうにずっと探っています。そしてだんだん行き着いてきたところはですね、じゃあチャット GPT に聞いたらどうかということで、今画面の前にありますように、楽曲のコード進行を提案してもらうときには、どんな風なプロンプトでチャット GPT に問えば、コードで複雑なコード進行が提案されますかと聞いてみたんですね。いつもなかなか複雑なコードが出てこなくてですね、まあヒントにならないというか、そういうことがありましたので、ちょっと聞いてみました。するとですね、詳細な要件を指定することで、コードで複雑な楽曲コード進行が提案されますと。例えば以下のようなプロンプトが有効ですということで、まずは1個目です。ジャンル、これを指定しましょうということです。ポップスとかジャズとかね、そういうような言葉です。2つ目というのは雰囲気、悲しい、明るい、そういうようなものを書けばいいんではないか。そして3つ目はキーです。メジャーかマイナーか、そういうものをやって、そしてまあリズムというか、僕はテンポと捉えてるんですけれども、快速とかスローとか、そういうふうなこと、もしくはその他の楽譜の特定のテクニックというのを情報提供することで、より高度で複雑な楽曲のコード進行が提案されます。このようにですね、チャット GPT 自身が言ってるんですからということでですね、だんだん僕の中でもまとまってきました。まあこれが最終でもないんですけれども、見てください。ジャンル:ポップと書きました。これポップ数の方がいいかも分かりませんね。そしてテンポは快速、構成はここ大事ですよ。1小節で1個か2個の構造を混ぜた小説も欲しいということなんですが、これなかなかうまく出てこないんですね。そして雰囲気、優しい、曲全体の長さ、長めとかいうふうにしてみました。セクションというのはイントロ、バース、コーラス、ブリッジ、アウトロ、こんな感じで分けて出してくださいと。各セクションの小説は8小節程度、セブンスやシックス、ナイン、サスフォー、ディミニッシュ、オーギメントなどのテンションコードを利用した高度な構成ということで、そして出力というので、小説内のコードチェンジはスペースで区切って、そして小説は縦棒で区切る、長めの曲と書いてますが、上に長めの曲ってありましたので、ですからこれちょっと邪魔かも分かりませんが、このような感じでやりますと、こういう黒いバッグにですね、こうやって出てきてくれたのはいいんですが、ほとんどテンションがついていません。ですから次はテンションコードを多く使って、1小節の中でコード変更もあるような例も教えてということにしました。そうしましたらちょっとこうテンションが出てきましたね。このようにこちらの問う方がですね、ちゃんとした情報を出してあげるということが大事になるということです。ちょっとですね、このように出しましたのでコピーしてみます。このイントロの先までですね。そしてコントロール C でコピーをしました。先日からもやってますように、 TexCode2 というソフトはこういうコードを入れるとですね、弾いてくれたりするんです。このままコントロール V をします。これでこのブリッジとかバースとかこういうのを書いてあるんですけども、これは無視してくれたりします。そして一度再生をしてみましょう。イントロの先頭のところからコントロール P で再生します。はい、この時に機能制限ということで、まあなんか文字がやっぱりおかしいんでしょうね。これをちょっと削ってみます。はい、はい、このように余計な文字を削ってみました。じゃあこれでやってみましょう。
こんな感じになりました。どうでしょうか。もう一個ぐらいやっておきます。先ほどの一番初めの提案でですね、こういう風になったものがあります。こちらはちょっとテンションが多すぎるという感じですけれども、このようにしてコピーします。そして全てを選択しまして貼り付けます。はい、こんな感じですね。先頭だけでも聞いてみましょう。こんな感じになっていますが、これを少しですね、MIDI で出してみましょう。エクスポート MIDI。そうしまして、この MIDI テンプといってですね、前回の解説で出しましたサブホルダーを作ってありますので、ここにテスト2とでもしておきましょうか。はい。そして保存をします。はい。それができましたら、スタジオ1でこのように見ましてですね、ファイルのところ、ここを見て、そしてもう一度更新します。ここに出てきましたね。これをMIDI ポリッシャーというのをこのように作ってあります。僕はもうテンプレートが楽に演奏するようにこのようにしています。上のイントロ、バースとかはちょっと今はデタラメです。これでですね、どんな感じになるか、もう音源はプリセットもしていますので、これでサッとなるはずです。やってみましょう。このままフェードアウトで終わっていきますけれども、このようにして DAW と連携するためのコード進行というのを、どうやったらいいコード進行ができるか、それを何度も何度もテストして大体分かってきました。ここに今メモのように書いてあります。これをですね、よく見ていただいて、そしてまた画面をキャプチャーでもしていただいてですね、僕がもう何度も何度もテストした中でこういうような書き方、これを参考にしていただくと、コード進行がとってもベストな感じで提案してくれる。今回はこれをですね、よく見ていただいて、そして活用してください。村長スタジオでした。